グロービス危険録。こういった人材獲得競争というものが活発になると激化している中で何をすべきなのかというところもこの資料を持ってお話をさせていただきたいと思います。我々は2点大事だというふうに思っています。一つは優秀な人材が集まる会社の条件としてはエンプロイエクスペリエンス、これ従業員体験の向上ということを言わせていただいております。やはりもう今の時代情報が非常に可視化をされておりまして、例えば口コミサイトにも代表されるように企業で働く方々がハッピーなのか自身のキャリア形成において満足しているのかということがどんどん市場にあらわになってきております。なので本質的に働く社員の方々が活躍できる成長できる機会を提供し続けられるのか、働いてきてよかったと、働いていて楽しいというような従業員体験を高めていけるのかというところが非常に勝負になってくると思います。実際そういった従業員体験がいい、エンプロイエクスペリエンスが高い企業様においては、社員が社員の方を連れてきてくれる。でましてや、他の会社様を見に行っても、やはり自社の方がいいよねということで、残っていただけるというようなこともありますので、こういったコロナ禍の中でもですね、働き方をまた新しく取り組んでいくとかですね、特にこの新しい時代の働き方というものを、従業員の方々がより働きやすいように、活躍しやすいように、これはもちろん成果を出すということとセットだと思いますけれども、成果を出すために必要な、就業環境というものを整えていくということも非常に求められてくることだと思っております。で、二つ目は、このダイレクトリクルーティングの概念を導入ということを書いておりますが、これまでというのは、歴史的に終身雇用というものがメインでございましたので、あまり中途で社員を取ると、採用するということは、そこまで活発に過去70年間の中では行われていなかったように思います。でそれまでは空いたポストに適任者を探すという考え方で、例えば年に1回定期的にそのタイミングのみで、空いたポストの方を探すということをやっていたと思いますが、これからですね、常に優秀な人材を探し続ける。でその中で、転職意向あるなしに関わらず個人の方に話をしていくということが大事かなと思ってます。でダイレクトリクルーティングというのは決して何か一つの手法をやりましょうということではなくて、あくまで企業がまず欲しい人材を獲得するためにと、これは欲しい人材というのは応募してきた方という意味ではなくて、自社に意向がなかったとしても、例えばこの方欲しいなと、この方がいたら活躍、もっと会社が大きくなるんじゃないか、事業が成長するんじゃないかというような方には自らアプローチをして取れる手段を主体的に考えて、能動的に実行する採用活動ということを定義させていただいています。なのでここに書いてある通りですね、あらゆる手法を使うということが大事だと思っています。採用をするというためにはいろんなチャンネルがあると思っています。これは営業活動や販売活動でも同じだというふうに思っておりまして、あらゆるチャンネルをこうまずは考えて、その中で自社に適切な手法で、営業活動、販売活動ということをしていくと思います。で採用も同じでございまして、例えば自社の業種、欲しい職種、または職位等によってですね、適切な手法というものは違うというふうに考えています。なので、常に優秀な人材を探すにあたっては、あらゆる手法というものを持ってですね、優秀な人材を探し続けるという概念が非常に必要になってくるかなというふうに思っています。なので、改めてですけれども、このエンプロイエクスペリエンス、従業員体験の向上と、ダイレクトリクルーティングの概念の導入、この2つをしていくことによってですね、これは年代問わず、優秀な人材を企業が採用し続けるためには必要な考え方じゃないかなというふうに思っております。